昼はカフェ、夜は酒場。プロントプロントアトレ川崎店プロント、銀座コリドー店、株式会社プロントコーポレーションは、東京都港区港南に本社を置く、昼はカフェ、夜は酒場。プロント、ワインの酒場。ディプント、プロントイルバー、ワカフェ紬、エプロント等の喫茶店チェーン、酒場チェーンを運営する企業である。サントリーと UCC 上島コーヒーが、 共同出資し、1988年2月1日に、株式会社ブレスとして設立された。第1号直営店は、東京都中央区銀座に出店された。その後事務所の移転等を経て、1995年2月1日に、現在の社名に変更した。昼はカフェ、夜は酒場業態となる、プロントを展開する。プロントのほか、2000年からは、 完全なカフェ業態であるカフェソラーレの出展を開始。2001年にフロントルネッサンスプロジェクト、2021年にリブランディングプロジェクトが策定され現在のデザイン、太陽と月のダンスと二面性をキーワードにイメージした新ロゴマークにモデルチェンジ。海外では上海、シンガポール、台湾展開を開始している。ほぼ全店舗で。 フリーワイファイやコンセントが使用できるサービスも提供されている。一部の店舗は店舗検索に掲載されておらず、会社のビル内にあり、勤務する人専用のため、一般の人は使用できない。主に三大都市圏や政令指定都市など都市部を中心に出展しており、現在は全国で300店舗以上を展開している。プロントは、 進化し続ける二面性として、昼はカフェ、夜は酒場、という二面性をキーワードに常に新しい食文化を提案する飲食空間を提供。働く人がいつでも立ち寄れる、使い勝手の良い空間を一日中用意している。2021年4月に変更したロゴマークは、これまで積み上げてきたプロントの二面性をコンセプトとして、 変化が加速する時代においても、この独自性と理念実現に向けた変わらぬ意志が伝わるよう、シンプルで力強いデザインに仕上げている。仕事前や休憩時間に立ち寄れて、人々が集うコミュニティとも言えるカフェ空間として、また仕事終わりに仲間と気軽に集え、会話が弾む喫茶かば空間として、カフェと酒場、プロントならではの二面性をキーワードに、 デザイン性を高めた新しいプロントリブランディングを実施した。2021年春に登場したキャラクター変わらない人、モッシーは変わろうとするプロントを冷めた目で見ている。喫茶カバ酒場でありながら喫茶店のような懐かしさやワクワク感のある空間やおつまみ、お酒を提供する空間をプロント流に喫茶カバと提唱。ありがとうございます。